コーチングラボ。はい、コーチングラボのコーナーです。今回はですね、ハイスピードカメラを使ってドライバーのスイング中のですね、シャフト挙動を見てもらいたいなというふうに思います。今回もですね、成田美鈴ちゃんに協力をしてもらって、自分のドライバーと、僕がドラコン大会の時に使用したものすごく柔らかいシャフトで両方で打ってみて、検証してみてもらいたいと思います。柔らかいシャフトと、まあ、普通のシャフトですね、打ち比べると分かるんですが、実は柔らかいシャフトっていうのはクラブの戻りが遅いんですね。ですから戻るのを待てないタイプのプレイヤーはどうしてもクラブが戻ってくる前にグリップが前に出すぎてしまうので、ボールが右に飛ぶ傾向があります。自分に合っているシャフトの硬さを選ぶと当然ですね、クラブが戻ってくるのでボールも遠くに正確に飛ぶことになります。ただしですね、柔らかいシャフトをインパクト機にですね、クラブが、ま、戻ってくるのを待つことができれば、それだけですね、シャフトを使い切ることができるので、一概にですね、柔らかいシャフトが例えばヘッドスピードが遅い人、硬いシャフトが要はヘッドスピードが速い人というカテゴリーよりはですね、柔らかいシャフトを使いこなせるかどうか、硬いシャフトの方がいいか悪いか、自分に合ってるかどうかという判断基準で見てもらえるのがいいなというふうに思います。はい、ハイスピードカメラでですね、柔らかいシャフトと自分のシャフトを打ち比べてみたんですが、ミスズの場合にはですね、柔らかいシャフトでもいきなり合わせることができました。ということはですね、インパクトエリアですね、グリップエンドが少しハンドファーストになった後にこのヘッドが入ってくるまで待ててるんですね。待ててるからこそ柔らかいシャフトが芯で当てられてるわけです。でこういうタイプのプレイヤーっていうのは比較的どういうシャフトでもうまく打てるタイプのプレイヤーでもあるわけですね。ですから、まあ、自分に合うシャフト、自分の好みのシャフトっていうのを選択していくことが重要だなと思います。ただ柔らかいシャフトを打った時に当然クラブのヘッドがもう一切戻ってこないというタイプのプレイヤーも多くいます。このタイプのプレイヤーはですね、比較的硬いシャフトを選んでいくことが重要になりますし、まあ、いろいろなタイプのシャフトを打ち比べていくことで自分に合うシャフトというのを見つけることが可能になります。